おはようございます、今日は6月27日ですね。朝の6時です、最後のこの道沿いですねをやっていこうと思います。この4枚目の田んぼの道沿いは、4日目に終わらせましたので、ここから島に向かってですね。ちなみに今日の葉はですね、笹葉、丸ノコみたいな笹葉を使っていこうと思います。ちょっと手が痛くなってきたので、なるべく手に負荷がかからない、切れ味のいい笹葉を使おうと思います。この下にはですね、水路がありまして、なるべく落とさないようにしております。全部終わりました。結構ちょこっとだと思ったんだけど、あった。
やー疲れた。これにてこの現場はすべて終了です。時間かかった。はあ。こういうとこは落っこちないようにしないといけないからちょっと怖いですよね。はあ。お疲れでした。